はいどうもえー、今日はですね先日ようやく反省文ノートを書き終えましたのでちょっとそれを見ながら喋ろっかなと思ってますツイッターにこういう文面で下げてるのでよかったら見てくださいまず1人目から3人目までですね YouTube にゲストを呼んだので反省文書いたということで あのなんでこのタイミングで上げたかっていうとあの6月からゲスト動画をまあ再開しようということで今までに上げている動画7本を振り返ろうでどこをどう改善したのかをまあ記録として取っておこうっていうのがまあ趣旨でございまして、まあ、それぞれ7人いるので、まあ、1人目から順番にこうなんかタイトル書いて、まあ、どんな回だったかっていうのをざっと書いて。 喋っっってててみて発見がああたかっていうこととあと自分の私の質問がどうだったか良かったか悪かったかっていうののなんかまあ自己分析みたいなやつとかあと YouTube なんで編集、まあ、主に字幕なんですけど字幕編集がまあ見やすかったかとか、えー、情報として足りてたかどうかっていうのをメインに書いてるんですね。でまあ、それ全部3つ語った後に、まあ まとめを書いてでダメだったところをどんな風に改善したかっていう風でこう一人一人書いてるんですねでまた次の人っていう風に言ってますであとこうなんか字幕がどう変わったかっていうのはこういう風に並べてみないと割とわからないなということでまあ、後から見ても見やすくなるんじゃないかなっていうことでちょっとスクショ撮って貼り付けてみたいな風にビフォーアフターがわかるようにしています こうしてみるとね結構変化があります、ねまあ後半になると今の形にだいぶ近づいてきていってるので、まあ、この1から3人目の回はすごい見た目がすごい変わったかなと思いますで次4人目5人目ちょっと見ていますあれ <laughs> ちょっと待ってえ怖いんだけど見つかるだろう はい、えー、4, 人目ですねであのですね <laughs> これサムネなんですけどもう作りだいぶ作り終わったから言いますけどつい最近ですね、まあ、そうサムネがちょっと考えたら <laughs> って言われてあの視聴者の一人から「え何?」って言ったらいや情報がないからこれじゃ見ないよって言われて初見はね サムネとあとタイトルが命だから全然中身が伝わるサムネとタイトルになってないからちょっと直した方がいいというか考え直した方が絶対いいよって言われて、まあ、なんか最初はえそうかなって思ってたんですけど言われれば言われるほど。 いやマジでそうかもしれん <laughs> と思って、まあ、字書きながら喋るっていう、まあ、変なことをしてるんであれなんですけど本当は見てくれるかもしれない視聴者さんを逃してるかもしれないって思うとそれはそれでもったいないなと思ってあの変えましたでなんか今それのねえっ、ー、とアンケートも取っててえー、これですねサムネの え何ですかアンケートを取ってるのでこれは過去の動画の2人目ですかね2人目のゲストさんの、えー、内容をこんなふうにちょっと作り直したんですけどまあそれで今ちょっと投票を取ってる状態ですねまだアンケート中ですのでよろしければはいでえー、っと67人目 なんでですすがほんとこううしててみるとサムネひどいいねね全部同じっていう、ね、だから私なんかこうテンプレが多分好きでなんか型に当てはめたいみたいな変ななんかつまんないところがあるんであとなんだろうどうやってサムネとか立てていいかわからないっていうのもあってとかあとなんだろうなんか YouTuber ザ YouTuber みたいななんかサムネ魂の。 動画になるのもやだなって思って、多分こういう形式にしたんだと思うんですよ。はいで67人目のえっ、ー、とノートが多分一番長くて6000文字ぐらいいっちゃったのかな。でね。ほんと6人目のミスとここに。これはひどいって書いてますけど。あと7人目のミスが本当にひどくて。 えーとね、このなんか「質問の質」っていう項目が7人目の方は特に長くなっちゃったんですけどでまあまあ結局ね詰まるところ今まででこう7人目はもう一番失敗して学んだ回ですと。でそれがなその、まあ、失敗っていうのはそのゲストさんが悪いとかそういう話じゃなくてもう私の力不足で。 ううまくいかなかかななっったていうかもっとできたはずなのになっていうのがすごい多かった回なんですよ。っていうのはその動画だけでは伝わらないので動画はまあその収録してる部分しかないんですけどその裏で自分がこんなことを思ってたとかこういう発見とかこういう学びとかこういう反省があったっていうのがめっちゃ書いてありましてなんか。 これを残しておいた上で、まあ、ここにも書いてあるんですけど、えー、2021年月月からに人分のゲスト動画を公開しましまたとそして1ヶ月の準備期間を経て6月から8人目のゲスト動画の公開がスタートするわけなんですがこの準備期間に今後のための地味な改善をしてきましたっていうことでまあなんかこの1ヶ月間でまあほ地味な作業。<laughs> 要は、ね、新しくゲストさんを探すための流れを作るのがすごい今は頑張っててそのの見直ししをものすごいやりましたにしてもねやっぱりまだまだこう私から誘ってるっていうところがすごいあるのでなんですかねではあなんだ6月からはリピーターさんも結構いてもうすでに出てらっしゃる方と2回目。 同じテーマとか全然違うテーマで話したりしてる方もいるし、あと全然接点のなかった方にアプローチして、OK って言われて、めっちゃ楽しく喋れたっていう回も結構あるので、まあ、それもどんどん出していきたいし、にしても、こうコンスタントに週1でえ出していきたいとは思ってるので、あの、見つからないとやばいんですよ、マジで <laughs>。自転車操業みたいな状態になってるんで、あのー、ぜひ、ちょっと、実は、 ちょっとでも興味があってっていう人がいたらもう本当に本当になんかアクションくださいもうすぐに飛びつくんで <laughs> で,でも懲りずに人探しはね続けていきたいと思います。はいというわけであのもしよかったらですねあの茶子先生動画の裏ではどういうふうに考えてたのかとかあの動画の失敗やっぱここだよねっていうのがあの 当たってるかどうかとか間違い探ししつつ見ていただけたら読んでいただけたら幸いですので、はい、よかったらどうぞそして6月からまたゲスト動画始まりますのでまた見に来てやってください、はい、というわけで今日は短いですがこんな感じにしますまた来週からよろしくお願いしますありがとうございました